ケーブルテレビ、徳島株式会社は、徳島県のケーブルテレビ局である。通称、テレビ徳島。徳島県最大のケーブルテレビ局である。徳島県のケーブルテレビ空白地域における、テレビ事業を自治体等から受託することにより、配信エリアを拡大している。2006年9月28日、四国電力の子会社になった。 徳島市自治体からの受託エリア NHK デジタル大阪総合 E テレが再送信されていたが NHK 徳島の地上デジタル放送開始に伴い再送信が中止された。デジタル民放は2006年11月30日より MBS2007 年2月5日より KTV 同4月12日より ABC の再送信が開始された。 2010年12月8日より 3WTV 都房は徳島市内のみで再送信が開始され2011年6月1日より WTV の再送信が海部軍内で2012年4月1日より都房の再送信が三間市勝浦郡上山城佐名子内村内で開始され2014年4月1日より都房の再送信が 東三好町内でも開始された。また、糸部に関しては、デジタル再送信の要望を取り下げる見返り措置として、デジアナ変換による再送信が2015年3月末まで実施される。ありがとうございます。